こんばんは。1月19日、午後4時です。しゃべくり松代です。今日の夕刊見たんですけども、何かもうすぐ節分なんですね。1月になったと思ったらもう節分ということでね、なんか善光寺の、高塚さお商人さんですかね、なんか福という字とね、ことぶきという字が一文字ずつなんか一生懸命書いてるっていうようなことでね、出ておりましたけど、それでですね、実は先週ね、私夕刊見てこなかったって言ったんですけどね、歳月で夕刊なかったんですね。恥ずかしい思いをしました。よろしくお願いします。申し訳ありません。というようなことですね、この放送はいつもの通り、生放送でお送りしております。今日のゲストなんですけども、ご案内にお住まいのですね、堤健一さんにおいでいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。堤さんね、お宅ね、ずっと前は小木手だったっていうことなんですけどもね、早速ね、お話を伺いたいんですけれども、私どもね、霊山神社入りまして大通りにね、くぐって、参道をこうずっと入ってって50メートル上に行くとですね、右側に小木手ありますよね、はい、あそこが堤さんを住まれてたとこなんですね、はい、あそこにいたわけじゃんだよね。はい、ね、そうですね。はい、はい、この建物はですね、私の生家で、ね、長野市松代町、1190番地の1、ここは御安町になりますが、戦時中疎開して、来ておられた方が、終戦になりまして東京に帰ると、いうことで売りに出たものを、まあ、昭和22年に、購入したものです。じゃあで以来そこで生まれたんですね。この建物で生活して、おりました。そうですか。ところでその小木手ね、堤さんのお宅が霊山神社にこの移築されたっていう経緯ってのはどうなんですか。どんな経緯であそこにこう移ったということなんですか。昭和31年に、信濃資料常任編纂委員であられました、米山一生さん、この方は後に長野県文化財保護市議会委員長された方であります。米山さんとその関係者数人が私の我が家へ訪ねてこられまして、佐久間道山が失去しているときに来客対応でしばしば使われたという2階の7畳半の間を中心に建物全体を興味深く見ておられまして、ぜひとも保存したいと、建物であるのでいかがでしょうかというような話がありまして、で、すぐ決まったわけじゃないんでしょ。そうですね、私たちも話を聞き、そのような由緒ある建物だって初めて知った次第です。あ、そうなんですか。あ、そうなんですか。で、すぐ決めたんじゃなくて、再三にわたって、そうですね、文化財だからと、そうですね、そんな話だったんですか。まあ、その後ですね、まあ、51年から52年にかけまして、矢沢頼忠さんを中心とした松代町の文化財保護活動に携わった方々から、佐久間道山ゆかりの地である道山神社、移築復元したいという旨の話がありまして、まあ、家族で相談した結果、町のためになるのであれば協力しようではないかと、なるほど、ね、いうことで、まあ、寄付をしたすることにいたしました。で、はい、で今ここにある写真が堤さんお住まいになってた時の写真なんですね。これ、はい、これがどっち側から見た写真ですか。これは、はい、そうですね、この建物写真はですね、昭和52年に、移築復元が決まった寄付しようということで決まった、時にですね、そのまま撮った写真でございます。で、これは 南西から撮った写真ですね、はい、で、その次の写真が、そうですね、この写真が南西の、でこれは、南側から、あ、南側からね、失礼しました、これは北側ですね。あ、そうするとあれですか、この部屋が、はい、道山先生にいらした部屋、はい、この左上2階ですね。
2階の窓ある、ここ、はい、そこがちょうど7畳半のまで作間道山が来訳で対応したと。でその隣が、ね、これはどっちから見た写真ですか。はい、これは南側から、南側から見た写真ですね。はいですね。その上がこれさっき見た写真じゃないですか。これは東側から見た、これが東側なんだ。東側から撮った写真ですね。そうすると結構東とあれですか、東に長いんですか。そうですね、南北に長い、南北に長いですね。そうですね、 それでちょうどあのガラス窓が見える、ところが先ほどの2階7畳半の間のところですね。そうなんですか。はい、でその、お住まいになったこの小木邸なんですけども、はい、それが何52年に移築された移設、取り壊しは53年ですね。ああそうなんですか。はい、翌年の53年に現在の位置へ移築復元されたと。ああそうなんですか。いうことですね。ね、先ほどもちょっとお話したんですけども、この小木邸は文化財に指定されてますよね。はい、そうですね、昭和54年3月12日付で、長野市指定文化財に指定されました。その指定されたっていうのはだいぶ前の建物なんでしょ。何年ぐらい前の建物なんですか。はい、この建物はですね、160年前以前の建物ですね。あ、160年以前ってことは200年かもしんねえし250年かもしんねえってことですかね。そうですね、その何年前、まあ、あの最低でですね、最低でも160年は経ってると、はいはい、だから今の180年か200年かも分かんねえってことですね。そうですね。なるほどね、はい、それでこう指定されたんですかね。はい、指定はですね、維新の尖閣者佐久間道山が使用していた建物であったということで、文化財に指定されたものと思われますね。はい、以上正しいんですね。そこら辺はどうなんですか。はい、佐久間道山はすでに皆様ご存知の通りの方で、松代藩士佐久間一角の長男として文化8年に、生まれまして、以後ですね、幕府老中解剖学となった、藩主真田幸貫の顧問として、解剖発作を研議し、公武合体、開国を主張して、いましたが、安政元年、これは1854年になりますが、吉田松陰が密航事件に連座して、御安町にあった藩家老望月問答の下屋敷、この望月問答は江戸詰めの、なっておりましたもんで、空き家になっておりましたので、佐久間道山はそこを借りてですね、9年間蟄居となりました。そこをまあ終焉路と、名付けた、ところでございますね。まあ、蟄居の身で、ありましたが、高杉晋作や、草加源在、中岡慎太郎、山形半蔵、石黒忠則らが、面会に訪れましたが、終焉楼では接客するだけの広さがなくて、しばしばこの小木邸の2階7畳半のまで対応し、時世について激論を交わし、道山の学識に感動して帰ったという、由緒深い建物で、あります。そんなことでですね、指定されたのかなと。みんな全員集まったんじゃ7畳半って言えば結構そんなに広くないですよね。はい、まあ、順番にこう一度の皆さんが集まったということじゃなくて、それぞれですね、方がおいでになったんだと思われますね。そうなんですか。はい、まあ由緒正しい
お宅ですね。まあ私もこういうことを、うん、ね、お聞きして予約したという、うん、ものであります。ああ、でところでね、堤さん、はい、あそこの御庵のあたりって、はい、結構なんだ、大火事っていうか大火というか火事なんかなったみたいじゃないですか。はい、で助かったんですか。はい、はい、そうですね。松代町史によりますと、享保18年、それから安永8年、はい、明治24年の3回にわたり、大火があったと記されております。あ、で小木亭は道路から奥まって、いたため、焼失を免れたものと思われますね。うん、じゃあその今のこの何て言うんですか、増座、あそこの行く道、はい、道路から離れてたんで助かったと。そういうこと。じゃあもっと道路に近かったらなかったと、いうことですかね。そういう焼失していたかもしれませんが、うん、まあ建物もね離れておって一軒だけだったかと思われますね。あ、じゃあ離れておる、離れてたと。そうですね。だから助かったということですね。はい、うん、そうなんですか。ですからこの3回の火事につきましては、うん、かなり大きい火事で荒町からこう松代町全体というか御庵、それから伊勢町、殿町までに及ぶ火事とか、それから松代町、それから東条、西条、三ヶ町、でなったというようなこともあって、700戸くらい近い、家屋がそれでも免れたんですね。あったというところでも、免れたということかと思います。分かりました。で、ね、先ほどその移築されたということなんですけれども、言葉では簡単に移築って言ってもこれ大変だったんじゃないですか、文化財をこの移築するってことは。はい、取り壊し作業は専門業者が行いまして、土台とか柱、襖、障子、それから屋根等々については、全てに番号を付設して、約半年を費やして、慎重にですね、解体をして。解体だけで半年。そうですね、半年かかりましたですね。それで移築されたということでございますね。でその当時ね、堤さんがお住まいになってた、はい、そういうお宅の材料っていう、材料っていうんですか、その、はい、木って言いますか、はい、その、全部持ってって使えたんですか。はい、だいぶ古い建物ですから、使われない部分もあったかと思いますが、大体、7、8割ぐらいは材料として、柱とかですね、使われているんじゃないかと思われますし、土台部分については、新しいところが多いかなと、そんなに思われますね。やっぱりこの使えないところは新しい材料で。そうですね。古く見せたんですかね。今の技術とってもいい技術今の技術ね。例えばさっきの話のね、160年前か200年前かと同じように見せなきゃいけないんだから、大変ですよね、その、今の技術ね。そうですね。そうですか、わかりました。ところでね、先ほどこの堤さんお生まれになってね、ずっとお住まいになってたんですけども、なんかその幼少時代からね、お住まいになってて、この堤さんのその小木手に対する思いってのはなんか、いますかね。はい、そんな。そうですね、私たち家族はもとより多くのおじ、おば、兄弟がここで育ち、旅立っていった思い出多い建物で、我が家の歴史が刻まれているところであります。あ、そうですね。時々ですね、小木亭に訪れて、思いにふける。これがあれですか、その当時の写真なんですか。ふけながら、思い王子を忍んでおります。はい、これは、これは以前、改築する前の7畳半のまで、家族で撮ったスナップ写真でございますね。道山先生がいらした部屋と。はい、そうですね。そうですか。はい、ここがその部屋でございます。で、この横の写真は、これを
これはですね、移築した53年に移築しまして、その翌年54年の正月に、コーギー邸移築されましたもんで、その前で家族で撮った写真。これはもう移築された後の前後ですね、移築後の、じゃあこれは造山神社、造山神社の境内ですね。そうですね。そうなんですか。はい、わかりました。はい、はい、ということでね、お住まいになってたね小木邸が、まあ、造山神社にあるんですけども、はい、地域の皆さんに対してね、その小木邸こんな風に見てくれとか、なんかご希望ありますかね、こんな風に見てくれとか、どうですか、はい、そのお気持ちは、はい、皆さんに対して一言。はい、松代町にお越しになった時ですね、また造山神社参拝の折には、まあ、ぜひとも、まあ、幕末の尖閣者、佐久間道山が志士たちと国論を交わしたと、戦わしたというこの講義帝もですね、まあ、ご覧になっていただければ幸いかなと、そんなふうに思っております。わかりました、はいはい、どうも、まあ、なんかね中途半端でもう終わっちゃって申し訳ないんですけども、中途半端、本当に今日お忙しい中ありがとうございました。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 それでは皆さん、はい、ご苦労さんでした。いやいや、どうもどうも。ずっと続いて予告の前にお知らせを一つお願いします。はい、お知らせですね、はい、夢空間なんですがね、街歩きガイドを募集しております。はい、この間新聞広告出しましたけどね、出ましたね、はい、そんなんでね、まあ、一応この31日まで募集してますので、はい、ぜひご参加いただければなというふうに思いますね。そうですね、はい、まあ、夢空間いろんなね、視察受け入れから始まっていろんなことやってますので、まあ、アフターフォローもうまくできてますんで、ぜひ参加いただければなというふうに思いますんで、よろしくお願いします。これどんな方でもいいんですか。うん、一応ね、まあ、これ見るとね、文化財、20歳から67歳っていうんで、じゃあ誰でもいい、勉強させてくれるんですか、そうそう、うん、ただ講習会とか、ただやるんですけど、お金もいただきますけどね、2000円いただくんだけど、一応5回ほどやりますね、でやっぱり夢空間のその町のガイドっていうのを一応やっていただかなきゃいけないので、はい、そういう人たちを育てなきゃいけないので、はい、それを目的に。全く知らない人でもできるもんですか。ああ、大丈夫だと思いますね。そうですか。うん、やっぱり研修っていうか、講義受ければ、うん、そう、全く知らなくてもできると。大丈夫。そうなんですか。はい、あとのね、毎月1回、いろんなイベントをやってますので、そこでもって勉強していただいて。勉強しながら、はい、ということですか。わかりました。1年間やっていただくと、ながら、自分のものにしていただければね、いいかなと思いますので。わかりました。はい。そんなことで、よろしくお願いします。ご応募ください。はい。よろしくお願いします。それでは予告ですか。はい、はい、続いてこちらです。はい、お願いします。はい、今度は222回、これ1月26日で来週になりますね、はい、これはね、八田新造さんに来ていただいて、はい、吉田松陰と佐久間家の、ね、関係っていうので、今ちょっとね、今日続きあります。続きあるんです。ちょっと面白いなと。いいですね、いろんなお話聞けると思います。うん、八田さんもね、いろいろと勉強してますし、八田さんもね、佐久間象山先生との関係もあるのでね。お友達だった。うん、つながったね。お友達あ、いいね、なんか年齢を感じちゃうね。はい、うん、そんな形でお話聞ければいいかなと思います。はい、そんなことでよろしくお願いします。はい、それでは来週のしゃべくりましょう。どうぞお楽しみに。お願いします。はい、はい。